どうもこんばんは、年貢シューターと申します。今回も本願寺スクールウォーズ続きをやってまいろうと思います。前回織田家にですね、14年間一向一揆をし続けた結果、なんと織田の拠点ただいま岐阜城1拠点のみ、これ織田信長ですよ、岐阜だけじゃないですよ、織田信長でございます。武将数171名という状態で徳川と織田が戦争をしております。なんと徳川織田との主従関係を破りまして、手切れですね、手切れで戦争を起こしました。さあこの世界ではこういった事態になったのですが、今後どうなっていくでしょうか。進める、おっと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 、ここですね、一向一揆放てますね。さすがにここはですね、仏罰をね食らわせるために、徳川ダメだぞ、仏罰食らわせる織田だな。一拠点しかない、仏罰的めん、仏の怒りを恐れなさい。どこに行く、岐阜にしか行かないよ、岐阜に当ててやったよ。かわいさ。これはかわいそうだな、ごめんね信長くん、君がいけないんだ、僕が悪いんじゃないんだよ、もうこうするしかないんだ。さてあとは我らどこに攻め込んでやろうかというところでございますね。岩村あたり、うん、かなり有利ですね。行ってみましょうか岩村、あべこべにねこちらから岩村をせしめちゃった徳川でございますが、ここはお灸を据えてやりましょう。本願寺兼尿本体31000、ちょっと動員力少ないかな。さあこれでどう出ますか、集結を出していく。では同時に我ら鳥羽城、邪魔ですねここ、1拠点だけ蹴散らしちゃいましょう。ここも51000、滝沢商人、我に続け。どう出る徳川よ。さあぶつかっていきますね、27000、こちらは有利戦場、どんと来い27000。南部上杉講和、北畠長宗我部講和、まだやってたんだ。そうか、北畠のね、このままじゃ楽しい楽しい北畠を封印してしまう。俺らなんか手を考えてあげないと。おっとっとっと、いろいろ軍が動いてございます。ここ強行12日早いな、これは早い。ちょっと待って待って待って、いろいろ動いちゃってる、いろいろ動いちゃってる。井伊直政が出てきましたね。しかしこの戦場ならば蹴散らせるといったところでしょうか。伊勢神宮での戦いとなります。そんなところで戦ってよろしいのかと思う次第でございます。さあ戦いになりましたね、これは指揮なさらずともでございますね。このようなところ、このようなところで立ち止まれぬ、立ち止まれぬ、勝ち越し。さあ徳川家康来るか、その前に次の月になっていく長宗我部元親桑野城を狙っている。そうかそうか、狙っていますか、なるほどね。まあ桑野城を取らせてやって、ちょっと北畠を動かしてやるなんてね、そんな、うん、そんなこと考えたらダメかな。うん、そういうやらせは良くないな。さあ当たるかといったところで、おっとやばい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 、これなんかこちらも出せないか。うん、出せない出せないな、一個一機なんか出して遊んでるから何にも出せないな。しかしまあ国衆が効いてますからね。そうだそうだ、国衆があったんだ。ちょっと私リアルゴタゴタしてましたね、もう最近ちょっとゴタゴタしてるんですよ、申し訳ない。日にちが空いちゃいましたからね、国衆将兵出したの忘れちゃいましたね。大丈夫だじゃあ。どんとこい家康、2万7000か。ここは一旦全部出そうかな、全部出そう。さあ来い、勝ち揺るぎない、なんと家康相手に勝ち揺るぎない。いやーでもこれどうかな、これ全滅させた方がいいんじゃないですかね。やりましょう、パパパパンとやります。ここ岩村クソゲー、再び15,200対9,200、さらに国衆将兵だ。何で戦うと怒るの家康よ、貴様では我らに勝てん。一向一揆の恐ろしさ味わうがよい。これ罠ですね、あのろしもつけられるんだ。でものろしより罠かな、これはいろんな罠かけられますよこれ。
あのろしもかけられちゃうな。エズグさん、エグワ村の歌でかい？敵ものろし付きか。鬱陶しいけど、まあ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 。ちょっと様子を見ましょう。かなりのろしの位置が遠いから、壊しに行くのはかったるいですね。さあ、鉄砲水かかっていく。いいな、オトラ。あれ、鉄砲撃たないな。滝川一馬しか鉄砲撃たないんですけど。あ、かかった。あ、よかった。おっと、先手必勝かけられる。痛い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 。しかし、沼はな、かかっていくものがいる。今が後期。いいぞ。結構無理くり攻めてきましたね。さあ、まずは遠当てで相手の指揮防御下げてまいりましょう。結構な感じ下がりますね。お、こんなところに渦耳、こんな間近に置いてあるとは。さあ、ケンちゃんの横チン横やり、横チン横やり、フルチン坊主。さあ、奥だろた壊滅だ。家康渦耳にかかる。さあ、全滅をかけたいところでございます。かけられるか。よし、いいな、オトラ壊滅。もう敵は総崩れですね。よし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 、続々と壊滅していく。さあ、では家康以外を壊滅させましょう。残りあと2部隊ですね。斎藤利光、技巧強撃校舎、技巧じゃない、強撃校舎。大久保忠世を壊滅、そして家康を囲んでおります。強撃強撃、挟んで挟んで、おっぱいおっぱい、挟んで挟んで、挟んでほしいな本当に。さあ、壊滅でございます。願望が出ちゃったところで家を勝つとしよ。天下を滑るまで。天下を滑る言いましたね。この坊主、天下を滑る言いましたね。相手は全滅。さあ、砲幕竹中重俊、これはキリシタンではないですね。大丈夫ですね。さあ、いらっしゃい。石焼芋みたいな感じで、さあ、いらっしゃいましたけどね。懐かしいな。おっとっとっと、これ岩村がほぼほぼワンパンケア。これで美濃、あ、平定じゃないな、岐阜がありましたね。わた、これますわ。これ飯田城なんか取ったらちょっと面白そうですけどね。手を打ちましょう。一気に分断を作れますよ。出陣しましょう。あ、面白そう。さあ、鳥羽を囲みます。そろそろ徳川もこれタオルくんのかい、くんのかい、投げるんかい、タオルすな、すな、すんのかい、タオルすんのかい。おっと、飯田がワンパンキュー。あー、ガッサシ、これはどうかな。どうしたものか。ここまで進めば北条と交渉ができそうな気がしますが、どうでしょうか。うん、交渉自体はできますね。ただ心象が低い。これ後で親善ですね。北条とは結んで徳川をこれは封じ込めましょう。それがいいと思います。木曽福島、出陣しましょう。おお、3万も持ってくるか。結構持ってきますね。うん、これ来るな。あ、モリモリやってくる感じじゃないですか、これ。どうやって3万来るんだろう、見えないんだけどもね。でも5日で3万入る。いや、3万も来られたらちょっとさすがに勝てないんじゃないですかね。同数戦場、皆さん続いてください。ここにいっぱいいるんだ、おそらくね。これ全部重なってるんですわ。汚いな、見せ方が。調査会も輪を結び、戦をやめたようです。鳥羽城本丸陥落。これで伊勢志摩は全て我らのもの。うーん、かっそし。さあ、渡りましょうか。伊勢湾を渡って、どこを目指してまいりましょうか。もう岡崎か、吉田城か。吉田城、長め。またアスカかよ。アスカ多いな、おい。アスカの被害19プラス1だから20。うわー、アスカが大暴れだな。おい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 、出てくるね、メディアの前に。さあ、4月でございますね。本願寺検女隊、ちょっ
と2万では少ないので、一旦引きますか。一旦騎乗入れましょう。兵糧ももったいないですからね。今借りた狼藉が出せない状態でやっております。あ、あるなあ。一個一機も出せるな。じゃあ一個一機だな。徳川の岡崎城なんかにねバスンと入れてやりたい。織田だな。物伐敵面、織田のどこに一個一機行く。岐阜城。これずーっと、これずっと一気なんじゃないのこれ。大丈夫織田くん、これ人口どんどん下がっていくよ。これ農地が1000になったら織田くん生きていけるのこれ。大変だね。仏に睨まれると怖いの。進める。さあバトルになりそうですね。えらい遠回り。3万2000がやってくる。こちら4万3000だ。ここは7万1000畳。どっちがいいかな。岡崎はもっと広いですけど、まあどっちも同じですかね。早く着く方がいいですね。岡崎の方が早く着く。じゃあ岡崎にしましょう。あと徳がここで交渉。まあまあ、どうですか今回徳川戦。刈谷取りましたよね。刈谷岩村イーダー3-0でございます。まあまあいいですね。あ、鳥羽も取ったな。4-0だ。フィニッシュ終了。4-0、我らの勝ち。難なく勝ちましてございます。よし、一旦騎乗だ。対名ポイントを貯めたいですね。でここでですね、どうだろう、織田対徳川のところに本願寺入ってますけども、朝倉がフリーなんじゃないですかね。しがらみがないんじゃないかと思いますが、ここはもしかしたら朝倉は岐阜城を目指してやってくるかもしれない。なんと一条谷から岐阜までの青春18切符ズッコンバッコン機関車トーマスが機関車になって、ペン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 、ああズッコンバッコンやってくるかもしれない。徳川織田和を結び。これはいよいよですね。借金来るか。うん、来ない。朝倉そこまでガツガツしていない。さあこちらの兵糧26万、少ないといえば少ない。さあ7月ですね。我が野望。おっと、信長君どうしたのかな。あ、呼んでる。信ちゃんが呼んでる。信ちゃんが呼んでるから一個一気の時間だ。ここはどうかな。長宗我部、長宗我部も邪魔だし、徳川仏敵だし、どうしようかな。どっちにしようかな。織田だな。仏伐敵面、一向一揆の始まりだ。岐阜城ずっと8107。なんとか現状維持できちゃってるんじゃないかこれは。いや、そんなことはない。人口は3万3000を誇っておりましたが、今や1万2000、約3分の1まで落ちてしまいました。農地はやっとこさ5700。これもね、最低値の1000になるのはそう遠い未来ではないでしょう。民中はね、なんとか62をねキープしてますけど、平穏無事な生活。よく言えんな。農地の発展、平穏無事な生活。もう民衆もなんかもう見て見ぬふりをしてるんでしょうかね。一向一揆がね、3ヶ月に1回ここの地では行われてるんですけども、現実逃避が激しい農民の。あと南部対上杉についちゃう。手を貸しましょう。手を貸すチェーンか。形変更。徳川上杉は無数尾。ご命令を。織田信長山城を狙ってるとかわけわかんないこと言ってましたね。いやいやいや、無理でしょうがよ。これでまだ攻めようというね、恐ろしい仏敵だな。いやいやいや、まだまだこれ仏の承知いたしました。仏伐ですね。これ仏伐敵面ですね。まだ足りないようだ。困った御仁でございますね。私もね、そんなにもうやる気はないんですけどもね、一向一揆はもういい加減徳川に当てたいと思っておるのですが、
さあ南部対上杉ですね。上杉ウィン。天正10年アッキー。お、天正10年といえば報告信長くん、これ終わりじゃないか。本能寺の変よりきついかもしれないけど、すごいな。1582年のね時点で織田家岐阜城一拠点、そして朝倉が生きてる、北畠が生きてる、すごい世界だ。おっと、やってきたか長宗我部。さあこちらに攻めてくるというのか。助田鎮火、毛利輝元、助田鎮火、上杉国が かかつ、ちょっと噛みそうになったかつ。そして北畠、堀川くん、たまには堀川くんに援軍でも出させてみようか。お、すごいな。金銭3万、兵糧3万9000、軍馬鉄砲1000号に1008。我が領内に、うん、桑野城、桑野城なんでかこれ0人だな、0人だな。これじゃ守れないな、桑野城守れませんよこれじゃ。わざとらしい。まあ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 、ちょっと様子見ましょうかね。あと徳川対北条、うん、ここは不参戦ですね。不参戦、これは北条に行く。北条は援軍が呼べない。一方こちら四国では長宗我部トーマスが桑野城を目指してえっちらおっちらバヒンバヒンでございます。あ、毛利と同盟切れちゃった。これは急がないと。いや多分大丈夫だと思いますけどもね。さあ一向一揆放てますね。ここはもうあんまりねバカみたいなことやってらんないですね。長宗我部と戦ってますから、織田だな。貴様が滅びるまでずっと当て続けるんだよ。一個一気の時間だ。なんげふんじゃおなまたまんごう。さあもう毎回毎回ね、このどんだけ落ちたか落ちたかと、人口をやるたびにですね、やっぱ1000近く落ちてますね。農地もやはり同じように1000近く落ちてます。まだ平穏無事な生活って言ってますね農民は。おかしいな、平穏無事なわけないんですけどね。さあどうなるかな。そして我らはこの桑野城を攻められるの指を加えて見てるわけです。上杉角勝同盟延長、毛利はまだ、毛利はまだ、毛利はちょっと本拠地が遠いようですね。毛利同盟再び結ぶ。さあ桑野城、あ、桑野城取られちゃった。どうしたろう、どうしてだろう、どうして取られちゃったんだろう。さて反撃に出ますか、この野郎、取りやがって桑野城。わざとらしい。あれでもここなかなか硬いですな。総合城を攻めようと思ったんですが、思ったよりも硬い。これ準拳上効いてますね。あ、8準拳があるのか。いや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 、これはちょっとぶっ壊したい。8準拳ぶっ壊してから行きましょうか。石田純一6万、いいですね、なかなかいいですね。出陣だ。さあそしてこの高速壁近寄せ隊どう出るか。おっと、伊沢城に行くか。なるほど、守りましょう伊沢城。これは間に合わないからもう、うん、適当なところで守るしかないですね。まあどこで守っても間に合えばなんとか倒せます。伊沢城でいいか。施設はぶっ壊れますけどね。こんなに部隊数はいらないかな。4部隊で参りましょう。あんまり強くないですけどねこれ。出陣だ。さあこれで守れるでしょう。おそらく価値揺るぎないレベルで守れます。さあそこでご出馬ですよ。ほらご出馬。自力で結構兵いるじゃないですかねえ。北さん、北さん、ほら矢地さん、北さんの北さん、堀川くん出番だよ。堀川くん、毛利島津か、ちょっと違うな。毛利につきます。手岡鎮火、片地健康。そして上杉が再び山の内、上杉倒しにかかる。上杉につきます。手岡鎮火、片地健康。来た。好戦的、
さあ行っちゃってくれ北畑君。手を貸しましょう。手を貸す人工片付けんこ。さあこれが見物ですよ。お、あれ借りに来ない、借りに来ない。さあそして相手の8万の兵を相手にしてこちらは価値が揺るぎない戦場だ。いかに。おお、2800の被害で済みましたね。うん、勝利。いいですね。ここは騎乗させます。さあそして蘇合城、相手は集結を見せていく。我々は堅実に堅実に準堅城破壊してから向かおうと思います。あ、珍しい、単体で行くんだ。あ、さすがにねえ結構使っちゃってますからね。これあれですね、我らの騎乗を待ってこれ援軍頼むつもりですわ。いやさすがだな。お、南部春政が行った。この後は南部信長かな。信長ですね、いつもの通りです。天正10年ふう。さあ島津対長宗我部が四国で戦ってますね。長宗我部勝つ。我が領内に敵が迫っております。おっと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 、まだ来るか。いやでも遠いな、かなり遠くから来る。いやしかし編成が終わっている部隊45日、侮れない速さですね。いやこれまた領内をですねちょっと戦場にしたくないな。北畑が援軍借りに来ないうちにちょっとこちらも手を打ちたいところですね。しかしちょっと間に合わないか、間に合わないな。もうちょっと様子を見ましょうか。で我らもちょっと国衆将兵ぐらい出しましょうか。我が祭やはり天下無二万国衆将兵いいなぁ。ワンパンキルですよこれ。どう見てもこのシリーズの面白さ、この北畠君にね、堀川君にかかっているんだ。ちゃんと期待通りに動いてくれ、頼むよ。もっと突拍子もないなんか計り事お願いしますよ、お願いしますよ。本当にちょっとさっきより多めにしましょう。攻めに転じられれば転じる感じでいきましょうか。もう一度伊沢に詰めて迎え撃ちます。で石田純一はここの準堅城破壊しきったら動きましょう。蘇合城だ。おっと南部右州短大ですね。しれっとワンパンキルで立ち去っていきましたね。おー雪、あビッグな雪が乗ってきたよ、乗ってきたビッグな雪が。おお、あでも被害がなかった。それは被害はないよ、喜びしかないよ。表情を始め、星様、刀剣に使いたい浪人が名乗りを上げております。渡辺謙だ、すげー似てる、すげー似てるな。渡辺謙ですね。まあ薄いっちゃ薄いけど、うん、まあこれはもうね、はい。まあ確かにですね、まあ確かにそうですよ。それもでもまあ変なあれじゃないですよね。隠しても別にいないし、うん、それよりもよくこんな似てるグラを探してきたなっていうね。ウプ主偉いですわ、ウプ主を拍手してあげたい、うん、これ逆にあれでしょうね、このグラがあるから持ってきたんじゃないですか。これそういえば薄いんじゃないかと、 こじつけか、こじつけウプ主か。そして石川越えも入ってきてますね。忍びが増える、結構な人数入っております。そして渡辺謙、個性スキル戦法は大したことないですけど、パラメータがなかなかですね。武勇知略98-97といったところ。片地健子ゲッチャー。さてさて北畠が再び四国に進出、朝倉が織田を攻めそうで攻めない、うっふんうっふん状態。また徳川いつ宣戦布告してくるかわからないような状態。そんな状態で我ら長宗我部と戦っております。北畠はどう出るか、乞うご期待。次回もよろしくお願いいたします。